皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。いきなり生オーク、そう、売られたんだよね。なんで？おかしいよ。ね。オープニング入りました。そう、前回ね。そうだ、コーヒーブレイクというかね、挟んだんだよね、休憩をね。あまりにも話が重すぎてね。異世界に行った直後の話をしてたんだよね。で、なんか神様からなんかもらわなかったの？っていうことで、なんか話せる？話せるというかあれか、異世界の言葉がわかるっていう能力はもらったんだよね。ちょっと、神様のリュージョンが、リュージョンコードがおかしかったけど多分中国語だよね。うん。で、おじさんは多分気づいてなかったけど、心の中かな？言葉さえ通じれば、みたいな感じで。思ってたら神様が叶えてくれたんだよね。やる気のない神様が。ただ言葉が喋れたら喋れたで、今度は言葉が喋れる希少なオークだみたいな感じで売り飛ばされちゃったんだよね。っていうところで一旦終わったんだよね。異世界おじさん6話ですね。2週お休みだったもんね。なんかまた重い話になんないといいけどな。重いというか。オープニング終わりました。あ、今気づいたの？え？なんで鼻血？え、どうした？え、なんで？なるほど。え、そんな反動で、鼻血出ちゃうんだ。他何やるんや？あ、ここを読んじゃったのか。高文くん。そりゃショックでしょうよ。なるほど。そうね。捕まって？なんだろう、希少なモンスターなのかな？なんかいろいろ牢に入ってるけど。見せ物小屋か。
ええー、あ、これか、オープニングの。水も飲めなかったのか。そっかそっか。それは危ないわ。もうだいぶ病んでおる。月の光に。でも月の精霊とかいるんじゃないの？いや、目がもう。もう正気じゃないような。やっぱ会話してない？月の精霊と会話してた？無意識に。光の精霊か。ほう。なんか教えてくれた？おー、剣になる。あ、それで逃げ出したの？牢から。かっこいいけどね。うん。うん。多分神様が。うん。そうだろうね。何でも話せるんだ。なんだろうね。うん。力を借りてるってことね。周りとは違うんだね。魔法の仕組み。懐かしい音した。そうね。みんな助けてあげた？おじいさん優しいんだよね。あんな疲れたんだ。食べようとした？ああ。よくあるやつ。なんか勇者ヨシヒコでも見たことあるぞ。かわいいと思ったらみたいなね。いきなりピンチじゃん、また。あー、開けちゃったからなー。死にかけてるやん。あー、これは何？バッドエンド？選択間違えちゃったみたいな。
なんか発動してる。覚醒しおった。なんかさっきすごい懐かしい音楽が聞こえてんの、気のせいかな？なんかのゲーム音楽かな？怖いってば！せっかく助けたのになんかさ。怖い。ホラー映画だよ。なんかせっかく助けても感謝されないおじさんかわいそうだけど。様々な誤解を生み出していくよね。もうなんか怖いって。気が触れてるみたいだもん。あ、そのモンスターの肉を食べた。食べたね、結構ね。空腹だったもんね。しょうがない。ちょっと美化されてるけど。だってもう死にかけだったもんね。だから余計に、あんなテンションだったのか。いいスタートかな。そこなんだ。今のポーズ何なの？あ、合図送ったの？この子ね。その後だったのね。大事だよ。ありすぎる。唐揚げ諦めたのに。なるほどね。いいところを助けたのかもね。まあ、紳士なんだよな。カタカタしてるよ、カタカタしてる。そこにしまえるってすごいよね。なんで下履いてないの？あ、びっくりした。いや、そりゃびっくりするよね、初めて見たら、そんなの。
まあ、普通に心配したんだよね、おじさんは。我慢してたの？ここからね。多分パーカー大事にしてんじゃない？あの後ね。気になる気になる。こんな感じで？上に乗って、あれー？寝てるー！添い寝してんじゃん。温めてたの？信じた。嬉しそう。あららららら。かわいい。あら、なんか、夢で何か、昔の？そっちかい。働きたくないでござる。ほんと引きこもり体質なんだね。大丈夫かな、この子。エルフさん的にはね。売っちゃってほしいんだよね。静かな工房。本当に売った？大丈夫か、猫の子。え？って そんなに必死なんだね。そんなに働きたくないのね。で、三人で、ご飯ね。メーベルさんね。名前知りたかったな。
リテラシーね。まあ、でも偽名使いたくなる気持ちはわかるけどな。こういう異世界なら。もしかして、セガのゲームの、なんか、登場人物の名前？ルフさんの顔。もう完全にダメ人間な。あれ結局別れたと。だねー。お腹すいた。なんかあんの？おお、お金ある？本当？なんかちっちゃくない？あれ？ やっぱり足りなかったんだ。エンディング入りました。なんか不思議な関係っていうか、ね、この3人 面白いよ、なんかね。そうか、まだヒーラーの子は出てこないか。ね、エルフさん売っちゃったんだね。指輪。そう、指輪にね、顔は映ってるんだよね。エンディングちょっとずつ変わっていったりするのかな？確かヒーラーのこのさ、声優ってさ、この歌を歌ってる井口さんだよね。なのに全然出てこないんだね。後半にちょろっと出てくる感じ？今回。今回というか、今シーズンというか。なんかでも指輪すごい大切にしてる感じだけどね、このエンディングだと。買い戻してから大事にしてたのかな。はい。異世界おじさん6話ですね。見終わりました。なんかいろいろありすぎて、まずは、そうだよね。見せ物小屋に売られて、なんか光の精霊と話をすることで脱出できたんだよね。いや、なんか 血まみれの、ねえ、状態でハーハー言いながらさ、敵をバッサバッサと切ってるおじさんがね、いやでもよく考えてみたらそうだよね、死にかけてて空腹でさ、そんな状態だったらこう、ちょっとなんか深夜テンションじゃないけど、そんななんかちょっと変なテンションになるよね。しょうがないのかもね、それはね。なんかでも、毎回毎回その、いいことしても誤解されるおじさんかわいそうだなって。不憫なんだけど、まあ、でも、なんとなく切り抜けてはいるんだよね。で、本人もそれを、
なんかその、そんな悪くなかったって思ってるところがなんかね なんかそれが普通だって思えるってことは、よっぽどさ、学生時代もあんまりいい、なんて言うんだろう、あんまりいい生活をしてなかったというか、いじめられてたとか、なんかこう、なんかあんまり楽しい学生生活もしてなかったのかなみたいなね、気になりますね。おじさんのもっともっと若い頃、子供の頃とかもね。今回結構いろいろなことがあって、何やったっけ、そっか、エルフさんとの最初のね、出会いのところとかもね、見れたんですよね。いや、絶対エルフさんさ、あのパーカー大事にしてると思うんだよな。どうだろうな。あの時はでもそうでもなかったのかな、まだ。でもあの後からね、結構つけられてる感じだから、なんだかんだでやっぱり気にはしてるよね。っていうか、メイメルさんもさ、ストーカーしてたしさ、おじさん、ほんと罪作りだよね。でも、メイベルさん的には一緒に旅したかったんだね。ちょっとその後ね、みんな解散しちゃったけどね。そっか、でもその、おじさんが偽名名乗ったって言ってたけど、なんか私だったら確かに偽名使いたくなるかもって思っちゃった。なんかせっかく異世界行ったんだったら、周りに知ってる人いないしさ、自分の だったらなんかその、ねえ、ちょっと生まれ変わる気持ちじゃないけどさ、異世界転生とは違うけど、ちょっとなんか生まれ変わった気持ちというかね、つもりで、ちょっと違う名前を名乗ってみるっていうのもなんかいいなーって思っちゃったりもね、しましたね。すっごい自分の名前に思い入れがあるとか、すごいその 大事にしてるって言うんだったらね、まあ、本名を名乗るのもありかもしれないけど、せっかく異世界なんだからいいじゃないって思ってしまう自分がいるんだけど、皆さんだったらどうですかね。もうここぞとばかりに名乗りたい名前を名乗っちゃいますかね。そうだよね。なんかその漫画のキャラクターの名前とかさ、芸能人の名前とかさ、なんかその憧れてる人の名前を言うっていうのも確かに、周りに知ってる人いないし、とやかく言う人もいないからいいやってなっちゃうかもね。それもありかもしれないね。なんか3人の添い寝してる姿がね、ちょっと衝撃でしたね、最後のね。どういう会話をしてああいう風になったんだろうね、メーベルさんとエルフさんね。なんとなくあんな感じになったのかな。疲れて寝ちゃったみたいな。いや、なんかちょっと言い訳も可愛かったけど、それで納得しちゃうんだおじさんみたいなね まあ毎回ですけどね。でもあんなにメイベルさんが 働きたくないっていうキャラだとは思わなかったな。まあ確かになんか引きこもり的なね、ちょっとニート的な感じはありましたけど、そこまでなんだみたいな。子供の頃から、その、なんて言うんだろう、お母さんがいなくなって、働きたくないみたいな感じだったんだね。いや、むしろ子供の頃から、そういう生活というかね、そういう環境だったからこそ、余計に働きたくないって思っちゃうのかな。こう、なんか安定して、ねえ、お母さんに守られてたわけじゃなかったから、みたいなところもあるのかね。確かにそのちょっと、そういう体質的なというか、そういうキャラ的には確かにおじさんとちょっとメイベルさんの方が合ってるのかもしれないよね。多分メイベルさんが現代にいたらきっとゲームとかハマって引きこもってそうだし そういう意味でおじさんと相性がいいのかもしれないね。まあ、エルフさんはエルフさんでね、可愛いんだけども、ヒーラーの女の子まだ出てこないのかな。ずっと気になってるんだけどな。次回ね、またどんな話になるのか。だいぶ藤宮さんも入り浸ってますよね。
おじさんと一緒にというか高文くんとね3人でね連れ立ってるけど、なんかそのちょっと羽ですね、話が前後してるというか、出会いの頃を見たりとか、こう行ったり来たり話がしてるから、ちょっとうんって頭ごっちゃになりそうになりますけど、最終的にはあれ解散したところがあれですよね、今見てるところの最新のところですよね。あの後どうなったのかなってところか、また再会したのかどうかとか気になりますよね。もしかしたらその次あたりでやっぱりヒーラーの人が出てくるのかな、気になりますね。ということで、異世界おじさん6話、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。